こんばんは。ここは横浜駅西口です。あそこにあるのが高島屋で、ここは西口を出て歩いて5分かかるかどうか、それぐらいの場所です。明日、まだ大学の授業がありまして、で、私も横浜に来ているので、連日で授業があるから、もう家へ帰るのも時間もったいないし、横浜に泊まることにしました。ただ、横浜ではいつも京急 EXE っていうのかな、横浜駅の東口のところに便利なね、5000円ぐらい泊まれる安くて綺麗なビジネスホテルがあって、で、そこによく泊まってるんですけど、本日はそこは満室でした。で、そしてまた向こうにですね、東横インがあって、あそこはもしかしたら今日まだ空いてるかもしれないですけど、ちょっとね、遠いんですよね、あそこはね。だから、あんまりあそこまではなということで、もうちょっと近いところに安いホテルがないか、じゃらんで検索してみました。じゃらんってのはね、皆さんもご存知だと思いますけど、宿泊の、なんていうのかな、こう総合サイトみたいなやつでして、さまざまなホテル会社が、そこにですね、こう契約して、でホームページに掲載して、じゃらん経由で、そのホテルの予約を取ると、じゃらんの運営はリクルートですが、そこが、一定の、割合の手数料収入を得るという仕組みです。で、横浜駅西口から徒歩5分と書いてありましたんで、実際さっきのところから非常に近いんですが、じゃあこのホテルでいいかなと予約したところがありました。そのホテルの名前は、今回は名前は出さないことにしますが、ここに漫画喫茶マンボウとかあって、このマンボウっていうのがね、漫画喫茶の中でも特になんか私の個人的な認識では、ランクの低いといいますか、安かろう悪かろう的な印象なんですけど、そんなことないのかな、もし違うかもしれない、私のほんと個人的な印象なんですけどね、これがあるところの治安はあんま良くないみたいなイメージなんですよね。で、歩いてたらね、こんな感じの妙にきらびやかな建物がごそっと並ぶようなエリア、ここを左に曲がれて、もうさっき一回チェックインはしたんですけれど、それで左に曲がるともうこんな感じですよね。なんじゃこれやって感じ、こういうこう、あんまなんか品の良くないようなきらびやかさっていうのは私はね、好きじゃないんですけど、ここにもね、ホテル八重洲って書いてある、すごい噴水、綺麗ですけどね、これ確かに綺麗だな。少しなんか泡かなんか浮いてますけど、でそう歩いてる時に、道の、こういう、ね、看板とかを見て、あ、そういうことかなと分かったんですけど、これあれですよね、なんていうの、連れ込み宿、そういったものがずらっとな、なんでそういうものばっかりがずらっと並ぶようなエリアが、ね、なんか東北線のうぐいす谷のところにもありますけど、そういうエリアがなんでできるのか分かんないですけど、なんか法律の関係なんですかね。で、そんなところに混じってきてね、でも別に私はそんなところに泊まるわけではないし、予約してたホテルっていうのはいろいろあるよなと思って探してたら、確かにあったんですけどね。この建物が私の泊まっているホテルですが、いでたちは確かに普通なんですけど、でもなんかこの道全体の雰囲気が良くないというわけで、とりあえずね、入ってみました。ちなみに一泊の料金は、シングル5980円、ダブル7980円、つまり1人で泊まるか2人で泊まるかの違いってことでしょうね、多分ね。1人だったら6000円ってことですが、私はもうちょっと安く泊まりましたね、5300円ぐらいだったと思います。で、廊下とかこんな感じなんですかね、なんかちょっとこう狭いと。私の部屋はここです、203、これで鍵はこれ開くわけですけど、開けるとね、もうすでに部屋がこんな感じで、私がさっき一度入りましたんで、こういう風になってますが、なんかこうね、独特な変な匂い、なんていうのかな、洗濯機みたいな、洗濯機の匂いってちょっと臭すぎるかもしれないですけど、そんな臭くはないんですが、なんか洗濯機みたいな匂い、あれだな、銭湯の脱衣所の匂いがするんですよね、なんでかわかんないですけど。で、それからね、構造もなんかちょっと不思議なんですよね、こんなところに洗面台って普通多分ないと思うんですけど、それからこれもこう段差がなぜか一段と、ここで靴脱げってことなんですかね、ここにいろいろ置かしてもらってますが。で、壁もなんかちょっとこう壁紙が剥がれてたりとかするんですけどね、この部分にも電気つけられるかなと思うんですけど、どうやってつければいいのかな、ちょっとよくわかんない。これトイレか、トイレの電気はつきましたね、これトイレだな。 なんかちょっとこう全般的に段差とかがいろいろあって不思議な作りをしてるんですよ。で、あとはこれがあれですけどね、シャワー室ですけど、シャワー室は別に普通か。で、私は確かに予約サイトを使って普通のホテルを予約したつもりだったんですけど、なんでか知らないけどね、ラブホテルに多分泊まってしまったんだと思うんですよね。私そういうとこは泊まったことないんですよ、全く。別に用もないし、だけど
こんななんかちょっとこう大衆的な感じのね、こうそんなに品がいいようには見えないような、こう泡とかがこう書いてあるような、こういうなんていうのテレビの画面とか、それからなんかこう天井にもね、これ何なんだろうなと思うんですけど、こういうものがついてるんですよ。とかね、なんかこうちょっと全般的にうーんって感じがするんですよね。なんかそのラブホテルといえばこれみたいなのが、なんかそのあればそれは分かるのかもしれないですが、あ、電気がなんか、あ、照明がこういう風に明るさが変えられるんですね。完全に切ったりすることができるみたいですけど、まあ明るくなりました、ね、部屋の入り口まで全部灯されましたが、なんか変ですよねこれね。で、それからあとグループホテルのご紹介っていうのがね、ここにあるんですけど、このグループホテルって他にじゃあこのグループのホテルあるのかなちょっと調べたんですよ。したらなんかミント川越店とかミント宇都宮店とか、まあなんかその埼玉県の北関東が中心のチェーンらしいんですけど、まあここはそういう名前ではないんですが、これなんだろうなと調べたらね、調べたらなんか普通にね、ラブホテルとかそういう風にいっぱい書いてあって、だから多分その系列ってことは、この店は今言って店っていうか、このホテルはミントっていうチェーンの名前ではないんですけど、系列店そういうのがあるってことは、まあ、やっぱそうなんですよね。でもなぜか普通のホテルとして、ジャランネットとかにまで登録されてるんですよ。風俗営業法、風営法ってやつかな、店舗型性風俗特殊営業の一つとして、もっぱら異性を同伴する客の宿泊のように供する政令で定める施設を設け、別にでもここはもっぱら異性を同伴する客の宿泊のように供しているわけではないですよね。だって私は別に一人で泊まってるわけですから。だからここは多分一応法的にはラブホテルとかではないんだと思うんですよね。なんか偽装ラブホテルとか言って、そのラブホテルの定義に当てはまるんだけど、ラブホテルとして、ちゃんと申請していないみたいな、そういうのもあるらしいんですが、ここは多分そのレベルのなんか悪いこととかをしてるわけではないと思うんですよね。なんか構造が変で、周りになんかそういう連れ込み宿街みたいなのがあるっていうだけですからね。2016年政府はラブホテルの一般ホテルへの改装を条件付きで後押しする方針を固めた。訪日外国人旅行者の増加を受け、東京大阪の一般ホテルの供給が逼迫するようになったため、旅館業法の条件を満たすように改装し、宿泊客の受け皿とする目的が指摘されている。はあ、なるほど。ここがなんか変だなと思ったね、最大のきっかけは、実はさっき外に出て行った理由、ちょっと飲み物を買いに行こうと思って出かけていたんですけれど、その時に車に乗って、なんかその軽ワゴンみたいなのが到着して、その後部座席から綺麗な格好したね、若い綺麗な感じのお姉さんが出てきて、でこのホテルに入ってきたんですけれど、なんかその送ってきた人がその後車をこうなんか走らせてどっか帰っていったんですよね。なんなんだろうなこれはと思って、で最初は理解不能だったんですけど、その人宿泊客でもなかったみたいだし、うーんと思ったんです。多分あれなんですよね、まあ私もね、さすがにこの年になれば知ってるわけですけど、世の中に男性の、なんかこう相手をするような職業っていうのもあるわけでして、多分なんかそういう感じの人だったんじゃないかなって思うんですけどね、なんか格好とかね、なんか妙な大荷物とかその感じもそんな感じがしましたけど、まあなんていうかこう、大変だよなっていうかね、まあ別に仕事は別にどんな仕事だって楽な面もあれば大変な面もあるわけでして、それは私だって今これ YouTube で動画撮ってるのも、まあ、それはまた一つの仕事で大変な面といい面とありますが、まあ、そんでもやっぱりそういう仕事ってちょっときついものがあるんじゃないのかなと私も思いますね。で、まあ、なんかそのホテルに なんか女の人をこうなんか電話で呼び出してなんかその相手をさせるみたいな、そういう商売があるんですよね。でそれでなんか大体のビジネスホテルは変な人が入ってこないようにっていうんで、ちゃんとなんか予防策をなんか一応こう貼ってピーってこうタッチするやつあるじゃないですか、よくホテルドーミーンとか行くとありますけど、あるんですけど、このホテルはなんかそういう風に入ってくる人が入ってくることについては特に問題視していないっていうことなんでしょうね。でこれはつまり何なのかな、多分明らかにっていうか、普通のホテルとは全然違うと思うんですけど、でも、まあ、見たところ部屋の構造がちょっと変わってるっていうのと、立地がなんか変っていうだけで、
まあ別に普通のホテルとして一応は使えてるんですよね。あとこのホテルを運営している会社の、他の系列のホテルは全部、ラブホテルとなっているけれど、ここは一応普通のホテルとしてやっぱり掲載されています。で、ジャランネットにも載っていると、まあ、本当によくわかんないんですけど、でも、多分もともとはそういったホテルだったものを改装したんですかね。あとさっきウィキペディアを見ていたら、そのラブホテルっていうのはね、もうなんかホテルに入るところから出るところまで、なんか受付の人とも全く合わない、なんか完全自動生産みたいな風になってるらしいんです。ホテルマンみたいなね人がいないのが普通らしいんですけど、なんかここは普通にホテルの人がなんかいましたね。で、その人に対応してもらって、宿帳に記入して支払いもクレジットカードでして、領収書も普通にくれました。なんかウィキペディアにそうラブホテルは領収書が出ないって書いてありましたけどね、普通にそれは出ましたよ。まあ私としてはね、そんなこう微妙な変なホテルをよりにもよってジャランネットに登録しないでくれよなっていうのは思うんですけど、別にその変わり種のホテルに泊まりたかったわけじゃない。明日ただ普通に大学があるんで、まあ、ネットカフェじゃきついなと思ったからホテル泊まりたかっただけなんで、まあ正直これだったら私はカプセルホテルとかのが良かったなって思いますが、まあ別にでも快適なんでね、いいっちゃいいんですけどね。エアコンが効いたらもうなんかさっきみたいな不思議な温泉の脱衣所の匂いもしなくなりましたしね。まあ、世の中はこういうホテルもあるというご紹介でした。そしておそらくですが、さっき言っていたようにウィキペディアでね、東京、大阪などの都市では、ホテルが不足している。まあ実際今回私もここが安かったから予約したわけで、安く予約して泊まることができて本当に良かったとは思ってるんですよ、実際に。まあカプセルホテルが良かったかなというような気もしますけど、だからまあデメリットっていうものはそんなにないじゃないですか、ホテルの選択肢が増えることに関して。なんでまあいいんですけど、ただ今後はこういう類のホテルが増えるのかなというようなこともあらかじめ一応承知した上でホテル選びをしたいなと改めて思いました。じゃあこんな感じですかね。ご視聴ありがとうございました。